食事をバラ肉からロース肉に変更で 50g 脂肪が落ちるわけですよ。実はね、有酸素とか筋トレよりも効果的なんですよ。カロリー制限をしているのに体脂肪が落ちない人の原因は 99% がこれです。皆さんこんにちは、まめです。たまです。今回は何ですか？今回はですね、お腹の脂肪が落ちない NG 習慣7選。お腹の脂肪、まあ、つまりね、皮下脂肪ってすごく落ちづらい部位なんですけど、とはいえ正しいダイエット方法でやったらね、確実に落ちる部位でもあるんですね。皆さんね、ダイエットをやっていて全然皮下脂肪、お腹周りの脂肪落ちないよっていう方は、今回紹介する NG 習慣のどれかに当てはまっているっていうのが原因な可能性があります。お腹周りの肉っていうのはね、本当に皆さんがね悩む一番のポイントだと思うんで、ぜひ最後までご視聴ください。 NG 習慣一つ目が皮下脂肪を理解していない、うん、これね、みんなさ、脂肪っていう括りで見ることが基本的に多いじゃん。多いね。俺らも基本的にそうだし、うん、脂肪とはっていう、うん、でも実はね、この脂肪にも2種類タイプがあるんですね。皮下脂肪っていうものと内臓脂肪、この2種類があります。じゃあこの違いって何なのっていうところで、皮下脂肪っていうのは漢字のごとく皮の下についている脂肪のことで、内臓脂肪っていうのは内臓の周りに脂肪がついていることを言います。だからみんなが多分悩んでるのって皮下脂肪なんだよね。そうなんだよね、こうつまめる肉で。そうそうそう、まさにつまめる肉。そう、本当にそれで、なんでね、この皮下脂肪っていうのがお腹周りの脂肪のことなんだけど落ちづらいのかって言われてる理由、これが内臓脂肪に比べて皮下脂肪のところにはこの脂肪をね分解する細胞がまず少ないらしいの。だからそもそも脂肪をね分解するような環境にあまりなってないっていうことなんだよね。だからこそ内臓脂肪に比べてなかなか落ちづらい細胞にこう脂肪が落ちるような部位になると。だからよくね、お腹の肉がね、落ちなくて悩んでますというのコメントすごい多いじゃん。多いな。それは順番があるんだよ、落ちる順番が。まず内臓脂肪から落ちて、そこから皮下脂肪に落ちていくから、この皮下脂肪っていうのは落ちづらいんですよ。落ちづらいっていうのを理解してないと、頑張ってんのに落ちねえやみたいな、ダイエット効果あんのかよみたいな思っちゃうじゃん。そうだね、うん、俺らもね、過去にね、大会に向けて減量ね何度もやってきたんですけど、うん、やっぱり最後なのね、うん、お腹周りがバキバキになってくるので、結構ね、お腹をバキバキにしたりとか、お腹をね引き締めたいという方は辛抱強くやることっていうのがね大事になってきます。皮下脂肪が最後に落ちるって言われても、じゃあどれぐらいの期間かかるのって気になると思うんですね。で、皮下脂肪っていうのは1日にね頑張っても 100g ぐらいしか落ちないと言われてるんですよ。なので脂肪を 3kg 落としたいってなった時には、だいたい 100g が1日のマックス値なんで30日間必要、まあ、1ヶ月間でようやく 3kg 落ちるっていう計算になります。 100g とかね、あんまイメージ湧かないと思って、大体の目安なんですけど、まあ、3ヶ月ぐらいダイエットを続けてればちょっとね変わってきたなっていう感覚がね絶対あると思います。絶対あるね、うん。NG 行動2つ目、運動のみで痩せようとする。これ結構落とし穴なんですよ。結構落とし穴、うん、実はね、有酸素とか筋トレよりも食事でお腹周りの脂肪を落とす方が効果的なんですよ。では実際ね、運動と食事でどれぐらい脂肪が落ちるペースが速いかっていうのをね、携帯でまとめてきたんでちょっと見ていきます。15分の有酸素運動で脂肪は 10g で、15分の腹筋運動で 5g、 食事をバラ肉からロース肉に変更で 50g 脂肪が落ちるんですよ。どんだけ食事が大事かっていうのが分かるよね。そうだから、食事の方が運動より脂肪を落とせるスピードっていうのが5倍から10倍も速いわけよ。そうだよね、うん、有酸素が 10g だっけ。そうだから、その時点で5倍差がありますと。みんながね、やっぱね、この世の中的にはランニングやった方が痩せるってイメージがね、やっぱみんな強く持ってると思うんだけど、実は食事がどんだけ大事かっていうのが伝わるデータだね、これね。そうだね、うん、まだ続きがあって、うん、ペンシルベニア州立大学の研究で実証されてるんだけど、3ヶ月間の検証で食事の工夫だけでマイナス6.3キロで、一方で食事の工夫と有酸素を行った場合はマイナス6.8キロだったわけ。ああ、 0.5キロしか変わんないんだ。そうだから、もうこの研究からもね分かる通り、本当に食事が大事ですよと。いや、そうだね。そう、運動をね否定してるわけじゃないんだけど、ただ運動を 100% 頑張るよりか、まず食事の方を 100% 頑張ってみて、その中で付け加えることができるよっていう方は、この運動の習慣を入れるとね、なお良いよって感じ。そうだね、うん、NG 習慣3つ目が、摂取カロリーを把握していない。これまず最初に言うんだけど、カロリー制限をしているのに体脂肪が落ちない人の原因は 99% がこれです。違いない、これは間違いないよね。もうね、基本的にというか絶対的に摂取カロリーよりも消費カロリーの方が高かったら体脂肪ね落ちるんですよ。これはねもう決まってること。ちょっとね面白い研究があったんでご紹介するんですけど、ブリティッシュジャーナルっていう研究によると、自分が何キロカロリー取ったよっていう自己申告ベースの摂取カロリーと実際の取っている摂取カロリーっていうところでは2倍もの違いがあったっていう研究データがあるね。自分では今日は1000キロカロリーしか取ってないなって思ったんだけど、実際計算
算してみたら2000キロカロリー取ってたっていうデータがあるらしい。そう、これね、俺が最近あったのよ。あったね、まあこれまで何度も何度も減量とかをしてきて、まあ、大会も出ててダイエットとかのやり方は完璧に分かってますの。だからこそ何食べればいいかも分かってるから、ぶっちゃけカロリー計算はしなくても痩せるだろうと思ってたわけよ。で最近減量を始めて、まあ、徐々にね体重落ちてたんだけど、ある時止まったのよ。なんでだろうと思って改めてねカロリーを計算したら、思ってたより食べてたの。あ、自分の中ではこんぐらいだろうと思ってたのがちょっと上回ってたみたいなのがあったから、多分ちゃんとダイエットをこれまでしたことない人だったりとか、これから始めますよって人は絶対に計算をしないと、ここやっぱずれてくるんだよね。ずれるね、まあ俺らもやっぱりねダイエットっていうのはもうほんとね4年5年とねこうやってきてはいるんだけど、だからこそダイエットのプロだと自信はねあるのね、ただそんな俺らですらそこのズレって生まれてたから、多分本当に初めてダイエットをやる方とかだと本当大きくブレる可能性ってねあると思います、よくあるのがお菓子とかジュース、あれって少ないじゃん。少ない。だからちょっとはいいかなと思って食べちゃうんだけど、一回それの尻つぼでカロリーが積み重なっていくから。いやそうなんだ、調味料とかね、だからダイエット中はね何食べたかっていうのはねめんどくさいんだけど、一個一個計算した方が動機的に見た時に痩せる。で俺らもね、もともとこのカロリー計算っていうのは携帯のメモ機能に、ね、メモってた時代あったの、マジでめんどくさかったもんね、いちいちメモってさ電卓使って計算してって。でそこで俺らはそう無料のねマイフィットネスパルっていうアプリを使うようになって、そこからは計算だったりとか継続が苦手な俺らでも続けられるようになったの。だからみんなもね使用するならこのマイフィットネスパルっていう、まあ、案件とかないんですけど無料でできるやつがあるんで、それをね使ってほしいんだけど、とはいえじゃあそれを1週間1ヶ月ってやるのってね最初めちゃくちゃ大変だと思うのね、だからまずは自分が取ってるどこか1日っていいんで1日の摂取カロリーを、ね、計算してみてください。そしたらあ実はこんなに取ってたんだなっていうイメージが湧くと思うから、そのイメージをもとに生活するだけでも体はね変わると思う。NG 習慣4つ目が筋トレをしていないです。さっき運動意味ないじゃんと言ったじゃん、ね、食事が一番大事だと、ね、そうと思うんだけど、これ違うんですよ。普通のねランニングとか有酸素と違って、筋トレっていうのは長期的に続けていくことで基礎代謝が増えていくわけよ。で基礎代謝って何かっていうと、自分が1日何もしなくても勝手に消費されるカロリーが筋トレをすることで自動的に増えていくの。だから筋トレをすればするほど痩せやすい体になりますよって話なんだ。まあお得だよね、普段何もしてなくても痩せる、そんな基礎代謝が増えるっていうことは何もしてなくても痩せる時間が増えるっていうことだから、まあ、それはお得ですと。運動するんだったらランニングとかよりも筋トレをした方が後々ね長期的に見た時にいいですよっていう話なんでね。じゃあこれはね週に5回ジムに通えっていう話ではないわけよ。週に1回でも週に2回でも筋トレはやっぱ継続的に続けていくことでどんどんね消費カロリーっていうのは上がっていくものなんで、まあ継続的に続けましょうよっていうのがねマジで大事。 NG 習慣5つ目が自分に合わないダイエット方法をやるです。ダイエットって辛いと思ってる皆さん、もしかしたらそれはね要注意かもしれない。理由はねシンプルで、我慢するダイエットってね結局ね続かないのね。で僕らがねこれまでにね何度も言ってることなんだけど、ダイエットっていうのは継続しないと意味がないんですよ、まあ、というのも痩せたとしても元の生活に戻ってしまったら一瞬で太っちゃうわけですね。だからこそある程度そのキープするための生活を無理なく継続する、これが本当に大事になってます。世の中にダイエット方法って無限にあるんだけど、それが自分にいいかどうかってのやってみなきゃ分かんないわけよ。俺らは脂質制限のねダイエットをおすすめしてるんだけど、もしかしたら人によっては合わないかもしれないし、糖質制限の方が合うかもしれないし、それやってみなきゃ分かんないから、まず自分に合うほどを試すっていうのが大事です。大事です。自分に合うダイエット方法を探す中で、例えばお菓子が好きな人がいるとします。じゃあお菓子を食べながら痩せられる方法、これを探せばいいんですよ。別に俺らもね普段ねお菓子ってめちゃめちゃ好きで、お菓子とかも1日に1お菓子ルールとか他ねルールをね設けてダイエットしてた頃もあったのね。だからその時は1日1回お菓子を食べるなら他でどこか節制したりとか、むしろ運動量をちょっと増やす、そんな感じでね工夫すれば痩せられる方法ってねいくつもありますんで、その方法をねまずは探すことが大事です。なのでねダイエットを成功させたい場合は、このダイエット方法は一生できるのかな、一生続くのかなっていうのを基準に考えると分かりやすいかもしれないです。NG 習慣6つ目、食欲を抑える方法を知らない。これはねダイエットの根本かもしれないね。そうだね、これはねどういうことかっていうと、食欲を我慢するんじゃなくて食欲を自然と抑えることができてるかどうかって話なわけですよ。でこのね食欲っていうのが、じゃあそもそもなんで人間の食欲を感じるの、乱れるの、っていうところの仕組みをねまず理解してもらいたいがために、俺らも調べたからちょっと話していくんだけど、そもそもねこの食欲っていうのは脂肪の中にある脂肪細胞っていうところからね満腹ホルモンっていうのがね分泌されるらしいのね。でその分泌されたら脳へ、あなたは満腹です、お腹がいっぱいですっていうような信号を送って、
あ、今日もお腹いっぱいだったって感じるのが普通なんですよ、うん、これがもう健康体というか普通の体の状態。ただダイエットを進めるってどういうことかというと脂肪を減らす作業なんだよね、うん、だからイコール脂肪細胞もどんどん減っていってる時なのってなったら満腹ホルモンが分泌される量が減っちゃうわけで、そうなると脳へあなたは満腹です信号を送るね回数が減っちゃうのね。だから食欲が乱れてしまうっていう仕組みらしい。まあ、こうホルモンとかねちょっと難しくなっちゃったと思うんで、うん、簡単に分かりやすく言うと脂肪が減れば減るほど食欲が増しやすくなるってことね。そう、だからこれ人間の本来の性質だと思ってて飢餓状態になってくるとやっぱ食欲欲するじゃん、うんうん、それと同じだと思うんだよ。そうだね、うん、ちなみにねここでもねまたね面白い研究があったんでそれもね紹介するんですけど、肥満をね研究しているロックフェラー大学のジェフリー・フリードマンっていう人がいるらしいのね、うん、その人は人間のこの食欲っていうのは喉が渇いて水を飲みたい欲求と同等以上に強い研究データがあるらしいの。だから食欲を我慢することが大事じゃなくて自然と抑えることが大事っていう話らしい。だから食欲が我慢できないっていうのは別にその人が弱いとか、そういう話じゃなくて喉が渇いたら水を飲みたいと同じぐらいの人間の自然的な欲求ってことか。そう、別に食欲我慢できずに食べちゃうことっていうのはまあ普通ですよと。普通ですっていう感じ、うん、だから自然と抑える方法を知ることがめちゃくちゃ大事なんです。うん、じゃあそもそも食欲を抑えるのがどれぐらいダイエットに大切なのかっていう、これをねイメージしやすいものを作りました。で今回はねこの1週間のカレンダーをねベースにちょっとねみんなに説明したいんだけど、1週間の中で例えば6日間は食欲を抑えられた場合で1日ね脂肪を 50g 落とした想定でこれ話していきます。そしたら6日間食欲を抑えて、ね、1週間の中で1日だけは外食行っちゃったと。その場合は1週間で 250g 脂肪が落ちたという計算になるんですね。ただ一方で食欲の抑える方法を知りません、そんな人は4日間しかね食欲を抑えることが、ね、できなかったので、3日間は外食に行って食欲が乱れてしまった。そうなった場合1週間トータルで見たら 50g しか脂肪が落ちてない計算になるんですよ。じゃあこれどうなるのかって言ったら、このね前者と後者差は5倍も変わってくるの。だから食欲を抑える方法を知るか知らないかで痩せるスピードが5倍以上も変わってきちゃうっていう計算になるんですね。なるほどね、まあ、だから食欲を抑える方法を知るのは大事だと。大事と、これを自然に抑える方法が大事になってくるんです。まあここまでねこういろんな理屈だったりとかメカニズムとかっていう話をしてきたんだけど、どうやって抑えたらいいの、具体的な方法を教えてくれよと声が聞こえてきそうなんで、1個ありますと。それが食物繊維なんですよ。これを食べれば自然と食欲が抑えられるようになるんですね。で具体的にはっていうと、食物繊維を 15g ほど摂ると満腹信号っていうのが脳に行って自然と食欲を抑えられやすくなると。そうだ、言われてますね。本当はね人間がこの食欲を我慢するっていうことはそもそも難しいんだけど、ただその脳を騙していかにね自然に食欲を抑えられるか、それが食物繊維っていうところが鍵を握る。俺らもね実際ダイエット中とかは食物繊維めっちゃ取ってたんで。取ってたね、うん、よくさマッチョの人がブロッコリーとか食べる多分イメージあると思うんだけど、うん、もちろんねあれは野菜の中にタンパク質がちょっと入ってたりとか、他にもねいろいろホルモンバランスを整えてくれるっていう面でもすごいいい食材なんだけど、食物繊維も豊富に入ってるっていう、それがねマッチョが愛用する理由の一つです。ラストの NG 習慣がタンパク質が不足している。もうタンパク質と聞けばねなんか筋肉を作ることなんでしょっていうイメージを湧くと思うんですが、実はこれ脂肪も減らすんですね。でここでね一つ研究データをまたご紹介します。2018年のある研究でタンパク質を多く摂るチームと多く摂らないチーム、このね両チームで比較した研究があるんです。でそのタンパク質を多く摂ったチームの方が脂肪が減ったというねデータがあるらしいんですね、うん、ちなみにねこれめちゃくちゃすごいのが、タンパク質を多く摂ったチームの方がその多く摂らなかったチームより摂取カロリーを多く摂ってたにもかかわらず脂肪が減ったらしいの。たくさん食ってるにもかかわらず痩せたと。そう、でこれはねタンパク質を摂ったから痩せたっていう、脂肪が落ちた、まあ、そういうわけでもないんですね、うん、タンパク質を摂ることによってやっぱり筋肉が増えていったと。筋肉が増えたらやっぱり基礎代謝とか消費カロリーも増えるので結果的に脂肪が落ちたということになります。じゃあ無限にタンパク質を摂ればいいかと、そういう話じゃないんですよ、うん、タンパク質は摂れば摂るほどいいっていうわけじゃなくて、筋肉の合成能力にも限界があるわけよ。まあそうだよね。そう、最新の研究で言うと体重かける 1.6 倍ぐらいが、まあ、ベストだよっていうのは最近言われてますね。言われてる。前はねなんか2倍とか3倍とかって言われてたんだけど、うん、とりあえずね難しいよっていう方はこの 1.6 倍をね摂るようにね意識してみてください。やっぱり取りすぎちゃうと肝臓だったりとかもあまり良くなかったりするんで、 1.5 倍から多くても2倍ぐらい取っていけば間違いないかなと思いますね。お腹
周りの脂肪は本当にねなかなか落ちづらくて、みんなもね途中で挫折してしまうような部位にはなってしまうんですけど、ただし今回のね正しい知識、このね7つの習慣を変えるだけで必ずね皮下脂肪は落ちるんで、正しいダイエット方法をね意識しながらね頑張ってみてください。まあ、今回ね話聞いて分かったと思うんですけど、諦めずに続けていくっていうのは本当に大事なんで、皮下脂肪ってねなかなか落ちないし、ダイエット頑張ってもねすぐ結果が出ないんで、まあ、なんだよとかと思っちゃうかもしれないんだけど、続けていけば絶対に落ちるんで諦めずに頑張っていきましょう。頑張りましょう、はい、というわけで今回の動画が参考になったよって思った方はチャンネル登録高評価お願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。